小さなアルバム。リコちゃんはパパのことが苦手でした。パパは仕事が忙しくてなかなか会えないし、お休みの日はお昼まで寝てるし、お酒ばっかり飲んでるし、パパと小さい頃はよくじゃれていましたが、小学生になった頃からあまり遊ばなくなりました。ある日、夜中にリコちゃんがトイレに起きると、パパがリビングの椅子でお酒を飲んだまま寝ていました。テーブルに手のひらくらいの本のようなものが見えたので、手に取ろうとすると、こらこらとパパが起きて取り上げられてしまいました。こんなところで寝てると風邪ひくよ。悔しかったリコちゃんはママのような口調でそう言うと、自分の部屋に戻りました。次の日の夜、またトイレに起きると、昨日と同じようにパパはリビングで寝ていました。リコちゃんは今度は気づかれないようにそーっとテーブルに置かれた本を手に取りました。中を開いたリコちゃんはびっくり。それは本ではなく、リコちゃんのアルバムでした。生まれた頃からの写真がぎっしり貼ってあります。リコちゃんがペラペラとめくっていると、こらこら、勝手に触るなよ。パパが慌てて起きました。これ、何？リコちゃんが聞くと、リコのアルバム。いつでも見れるように小さいアルバムを作って持ち歩いてるんだ。パパはちょっぴり恥ずかしそうに教えてくれました。それから二人でアルバムを見ました。これはリコが生まれた日、ちっちゃくて可愛かったな。これは初めて風邪をひいた日。これは初めてパパって呼んでくれた日。パパはどんな日でも特別な日にして写真を撮ってくれていました。パパから聞く自分の小さい頃の話は、なんだか特別な感じがしました。よく思い出してみると、逆上がりを教えてくれたのも、自転車を教えてくれたのも、秘密基地を作ってくれたのも、全部パパでした。パパはいろんなことを教えてくれていました。どんなに仕事が忙しくても、なかなか遊べなくても、パパはリコちゃんのことをいつだって思っていました。いつも忙しくて、パパは自分のことなんて見てくれていないと寂しい気持ちでいたリコちゃんは、アルバムをめくりながら嬉しくて思わず涙がこぼれそうになりました。今度のお休み一緒に遊ぼう。そうパパと約束をすると、
リコちゃんは久しぶりにパパの布団で一緒に寝ました。おしまい。お話は面白かったブ？このお話の絵本が欲しい子は動画の説明欄を見てブ？グッドボタンとチャンネル登録もよろしくブー。